全国ニュースでもお伝えしましたが、大学入学共通テストが始まりました。不正行為の防止策などが取られる中、県内でも1日目の試験が行われています。大学入学共通テストは、今日と明日の2日間行われます。県内では11の会場で実施され、去年より400人ほど少ない、およそ8500人が出願しました。試験会場では、 去年の共通テストで試験内容が流出した事件を踏まえて、試験が始まる前にスマートフォンなどを机の上に出し、電源を切ってカバンにしまうように指示していました。また、この会場では、教室に入る受験生を定員の半分ほどにする、昼食時を除いてマスクの着用を義務づけるなどの新型コロナ対策が取られました。大学入試センターによりますと、 これまでに県内の会場でトラブルの報告はないということです。